今週の将軍ニュースのお時間にだ。最初のニュースは、韓国のパク・クネ前大統領に懲役判決にだ。大統領在任中にサムスングループなどから巨額の賄賂を受け取り、さらに情報機関、国家情報院から巨額のね、裏金を受け取っていたということで、パク・クネ前大統領ね、懲役20年のね、判決がもう下るということで、もう確定したということにだね。これまあ大変にだね。で、パク・クネ前大統領は今68歳とかなのかな？だからもう20年ってなるともう88とかね、出てくる頃にはね、まあなっちゃうにだね。もうもしかしたらもうね、もう出てこれない可能性もあるにだよね。もうこんだけ高齢になってくるとね。まあでもね、大統領とはいえね、やっぱり悪いことは悪いにだでね。パク・クネ大統領もそうだし、前大統領もそうだしね。トラちゃんね、トランプね、大統領も、まあね、いろいろとちょっと、まあね、問題になってるけれども、安倍ちゃんも問題になってるしね。まあもうみんな大変にだね、本当に。国のトップね、みんなどうした？俺はもう、ね、小書記になってね、もう、そうにだよ。もう昇格したにだからね。調子いいのは俺だけにだね。では、次のニュースです。次のニュースは、我が家のね、安倍ちゃんの給付金10万円でお迎えしたうさぎ、秋江ちゃんのね、新居がね、荒らされているとね、先週、まあ、お伝えしたんだけれども、なんとね、犯人の犯行現場を押さえたにだということで、そのね、VTR がこちらにだ。誰？何してんの？何してんの？は？床かじってんの？あれ、あけちゃん。床かじってんの？あんた。あれ？かじってなかった今。かじってなかったしか？あけちゃん。かじってなかった今。ん？え？犯行現場ね、押さえたんだけれどもね。ただまあ、あけちゃんがね、こうかじってたんだね。だけどあけちゃんはやってないって言うにで。まあ、あけちゃんがやってないって言うんだったらね、もう、証拠それ信じるしかないからね。まあ、犯人は明恵じゃないっていうことだから、また別にいるんだろうね。まあ、ということで、この事件は、迷宮入りにだ。そして、最後のニュースは、ヘズマ流、引退宣言。ということでね、まあ、ヘックンとね、まあ、親交のある、まあ、将軍もね、親交はあるけれども、まあ、これこれさん、ね、っていう、まあ、配信者、将軍も好きでね、よく見させていただいてるんだけれども、の配信にて、まあ、ヘックンのね、この LINE っていうのが、読み上げられた。SNS の世界からヘズマ龍は抹消しました。今後はまあ原田として真面目にね、まあ、生きていくので公正の邪魔はしないでください。私は社会のために頑張ります。迷惑系という活動で、限界を感じました。メンタルはズタボロですということでね、ヘックンがもうついにね、この SNS、すべての SNS からね、こう引退するという、まあもう宣言ね、もうヘズマ龍から引退するというね、宣言をしたにだね。このね、放送の、まあ前の放送でね、まあヘズマ龍の現在みたいな感じで、またこれこれさんがね、配信をしてたんだけれども、まあ現在はね、スーパーで働いているということで、ギャグなのかなって思っちゃうけどね、スーパーで刺身の切り身をね、魚の切り身か、をね、会計前に食べて、捕まって、保釈されて、スーパーで働いているというね。いや、ちょっと、笑っちゃいけないんだろうけどね。もう笑っちゃうにだよね。今ね、まあ、地元のスーパーで働いてるんだけれども、なんかね、その地元の高校生がね、ヘズマを探せっていうね、このイベントをね、なんかやってるみたいで。でまあ、何かっていうと、まあ、ヘックンをいろんなところでヘックンを見つけて、まあ、盗撮して、拡散するっていうね、とか、流行ってるみたいにだね。タピオカ飲んでるね、ヘックンを撮影し、ね、したら、ちょっとそれはもう流さないでくれっつって、そこにいたね、全員のなんかタピオカをね、なんかおごるっていうことがあったらしくて、で、ヘズマを見つけて撮影したら、おごってもらえるぞっていうことで、なんか地元のね、高校生が、なんかね、ヘズマを探せっていうのをね、やってるみたいにだね。まあ、自業自得にだよね。やっぱね、この因果応報というか、やっぱりね、やったことはね、人にやったことはやっぱ自分に返ってくるっていうのもやっぱあるにだでね。切ないけれどもね、将軍からしたら。まあただね、このまま本当に引退かってね、ちょっと難しいところではね、あるとは思うにだでね。まあちょっと今後もね、このちょっとまあ動向はね、まあ見ていこうかなというふうに思うにだね。以上、今週の将軍ニュースでした。マフィー